ください。ライオンズ愛を込めたバズーカを皆さんに放ってくれているんです。さあ、レオとライナと一緒に新川優愛さん、バズーカに乗ってのあっという間だったな。はい、ではそれでは新川さん、ライオンズ愛の注入お願いします。ナイスピッチありがとうございました。あ、そうか、タイムラインがあるの。そうなんです。何も言わない。何も言わない。指輪先が分かってるぐらい。やったー、嬉しいです。もうすぐ出番ですって言われて、ここに今スタンバイ始めたら、そこから5点入ってます。私めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃスタンバイしてます。私が上がっていいのかなみたいなところはあったんですけども、でもあの選手の皆さんの試合中には見れないキラキラとした笑顔、真剣なお顔も素敵だけど、こう勝った時のキラキラした笑顔をこんな間近で見ることって一生に一度あるかない、まあ、ないかなので、すごい貴重な体験をさせていただけたなと思ってます。我々は選手の皆さんを全力で応援していますので、怪我なく楽しく試合をぜひやってほしいなって思います。色紙にも書かせてもらったんですけど、何があってもどんな年でもずっと声援を送りますって書かせていただいて、今年はやっぱりちょっとね、悔しい年かなって思ってしまう試合も多いんですけども、でもやっぱり私も、そして今これを見てくださってる皆さんもライオンズが大好きだと思うので、みんなで一緒に声援をどんな時でも送れたらいいなと思ってます。